おはようございます、ティラと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルオブビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。夜勤明けです。夜勤明け帰ってきてすぐに収録してます。だから眠いんだよ。さ、もう素だ、もう素なんだ。もういつでも怒鳴れるですね、なんでこんなことしてるかって言いますと、以前結構前に夜勤明けで収録したじゃないですか。リベンジマッチをしたいんですよ。なんか前よりやっぱ知識もあるしトーク力もあると思うんですよ、やっぱ長くやってるんで。なんで夜勤明けのリベンジマッチをしたいと思います。ただもうテンションが素なんだ。だからね、よく言われるんでしょ、職場で、ティラ君、夜勤明けの時君はいつもゾンビみたいな顔をしていると。疲れてんだ。というわけで今回は職場で僕ゾンビみたいって言われるんで、ゾンビパーティーです。はい、ゾンビみたいってよく言われるんで本当にゾンビパーティーです。毒の沼地チームとゾンビチームです。はい、なんか知らねえモンスターが2匹いますとこいつらもね、こいつらもきっと夜勤明けなんですよ。もう夜勤明けでくたびれてるんですよ、きっと。このアンデッドマンとか死の奴隷とか、きっとくたびれてるんですよ。でも今日も戦わないといけないんです。夜勤明けだけど、戦わないといけないんですよ、きっと。刺してあげてください。はい。というわけで今日はゾンビパーティー。夜勤明けのね、顔をしたゾンビ。お、池白池、そうだそうだ。ヒャド、ヒャド。お前のヒャドはね、こいつ賢いからちゃんとね、弱点狙います。ほら。シルル騎士は賢いんで、ヒャドがね、ちゃんと狙いに行きます。そして、アンデッドマン。この熟練の技。夜勤で鍛えた、この熟練の技を見よう。行くぞ、行くぞ。ほい。お、やるじゃん、やるじゃんね。ねえ、やるじゃん。ねえ、すごいじゃん。お、夜勤明けの、そうだ、夜勤明けね、よくね、職場のね、同僚も言っておりました。なんか夜勤明けの人に、もうきっと夜勤だから疲れてんだ、お前は。お前疲れてんだ、夜勤だからな。あ、疲れてんだ、お前はな。あ、疲れてんだ、お前な。あ、もう寝起きながら動けないわな、それ。動けないよ。もう相手も動けてねえもん。ほら、相手も動けてねえもん。お、息浴びせぎりゃ、ゆっくり行け、ゆっくり。もう夜勤、これ夜勤ステップ。これ夜勤ステップって言います。これ夜勤ステップです。もう夜勤だからもうね、ゆっくりじりじり行くしかないんですよ。もうゆっくりじりじり行きましょう。はい。もう夜勤ステップ。これが夜勤ステップの浴びせぎりです。もうきっとね。もう動くね。なんかもう疲れてるな、きっとな。みんな疲れてんだ。もう今日のままもう敵も疲れてんだ、きっとな。ああ、いてえよ、いけ。闇の刻印、いけ。縦からビームだ。これ爆発のね、特技なはずなんですよ。いけ。うおお弱っ、クソ弱え。クソ雑魚じゃねえか。なんだこの技。何この技、弱え。わ、ぶった切りや。やめて。動けてないの。動けない人をそうやって叩かないで。なんでそういうことするのね、ねえねえねえ。ほら、もう動けないじゃん。疲れてんだよ、ほら。目充血してんだよ。アンデッドマン見たら、目充血してる。お、やばい。昨日寝てないんだよ、きっと。今日の俺と一緒にさ、多分寝てないんだよ、きっとな。ほら、こいつも目赤い。よく見たら、こいつも目赤い。ほら、夜勤ステップ、いけ、夜勤ステップ。夜勤ステップ、浴びせ蹴り。いけ。お、いいぞ。やるじゃん。やるじょ。やるじょ、やるじょ。結構やるじょ、お前。やる。うん。夜勤ステップからの浴びせ蹴り、350は強い。うん。いいぞ。ミラミラザン。なんや。夜勤ステップやめろ。お前も夜勤ステップしとんな、横見たら。行け、アンデッドマン。行け、アンデッドマン。お前の夜勤明けの目だ。行け、いいぞ。うお、なんだ、避けられてるぞ、お前。な、そんな、お前かっこいいことしてるけど、そのカメラ目線しといて外しとるぞ、お前。行け、氷の呪文晴れたり強い。やっぱり強いぞ、お前。白消しいいぞ、お前。行け、夜勤ステップ。夜勤ステップだ。はい。夜勤ステップ。せーの。はい。ほい。やった、夜勤ステップ。いいぞ。なんか、かっこいいぞ。行くぞ、夜勤ステップ。行け、夜勤チームだ。目が赤いぞ。シロル騎士に至ってはもう目ないからね。きっともうあれだよ。もう多分、あいつはね、2日連続夜勤とかしてんだよ。知ってる介護の職場とかやったらさ、2日連続夜勤する場所も世の中あるんですよ。だから夜勤明けて、その後寝て、その次のその日に、だから要は
え、あの10時ぐらいに帰ったら10そっから寝て19時にはまた再び夜勤。やるな夜勤、お前夜勤男やんじゃんね、アンデッドマンやるじゃん、夜勤すげえぞ、夜勤の力、これが夜勤の力か。今日寝てねえからな、早く早くこの試合終わらせたいんだよきっと。シャドウ痛かったわんで、お前出た、そういうこと君し始めるじゃん、お前充血してねえな、お前ちゃんと寝たな、さては大目玉充血すんだろ、お前大目玉充血すんじゃん、ねえ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 、ってことはお前ちゃんと寝たな、お前らちゃんと寝てんな、ってことは目全員黒いな、お前らちゃんと寝てんのか、羨ましいぞおい。夜勤明けっちゅうのは寝てもなんか痛いよ、ねえ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 、ないけ夜勤ステップ、夜勤ステップだ、いいぞいいぞ、夜勤ステップからの疲れた歩調からの浴びせ蹴り、おらいいぞ、てか大目玉もよく狙わなかったな、おいいぞいいぞ、さすが賢い、これをちゃんと打て、ナイス、いいよナイスナイスナイス、なんブーメラン使うか、ブーメランな、熟練のさ呪いのラウンドでいこう、おいいぞいいぞ、夜勤ステップ、シノとレイが意外と頑張ってますよ、こうしてみると。なんだスペシャルカードを使うな、お前はなんだなんだ、おどうしたどうした、うわうわ二回行動させとる、こいつ二回行動させようとしてる、ねえねえねえ、ブラック企業だ、なんか一回しか動けないモンスターに二回行動を命じてる、ブラック企業は働いてる、働いてるブラック企業や、こいつ二回も動いてる、一人で二回分動こうとしとんだよね、ブラック企業やで、これなあ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 、やめて、なんでそういうことすんの、モンスターを過労死させないだけ、うわ目赤いでやめて、うわいやいやいや、ノルラム結構食らう、あでも動いてない、あいつらクリーン企業ってやつか、いけ頑張れ、おお同僚を狙っとる、同僚に恨みが、でこいつは同僚に恨みがあんねや、あの同僚が同僚に同僚の恨みがあるんや、何を言うとんねん、俺は何を言うとんねんやばい痛い、いや食らいすぎじゃない、え嘘でしょ、ねえ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 、おいお前あれだろ、お前だけちょっと何、俺はお前仕事できるからお前らもできなくておかしいみたいなさ、そういうのいらないから、ねえねえ行くよ、熟練の技行くよ、行くよ熟練の技、行け夜勤、夜勤よ、夜勤強えぞ、夜勤強えぞ、ねえ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 、アンデッドも行け、ブーメラン、おおおおお、なんやなんやなんや、なんや俺はなんでおおしか言わへんねやなんや、語彙力が低下してモテるぞ、ねグランドネビラや、こういう時は行け、いけグランドネビラや、いけこれでね、めっちゃ行くから、もうなんかめっちゃ行く、ほらほらめっちゃ行った、あれなんか違う、俺の想像してた展開と違う、夜勤はね、どんな相手にでも勝てる可能性を秘めてます、秘めてません、なんで私はこれをしているのかよくわかりません、というかなんかモンスターの解説すら今回してないんじゃないかと思うんですよ、はい、まあでもゾンビ系3体なんですよ、あのアンデッドマンっていう毒の沼地と、あの死の奴隷っていうジャックキャラを待つだらけなんですよ、なんか使ってって感じがあったんで、なんか使ってる感じがすごいんですけど、スターフレアで多分大ダメージ受けるのが必死なんですよ、それを分かって私は使っております、ねえやめてよ、なんでそういう夜勤の人いじめんの、夜勤の人さ分かる、夜勤の人ってね、あのね、わかるよ、なんかね、一部の職場で夜勤の人がさ、やめて、夜勤の人が結構明るいって、なんか、俺も聞いたことあるんだよ、夜勤の人、なんかテンション高い人がいるとかさ、聞いたことあるんだよ、俺な。何してんの、デンタサウルスにあれやん。あのね、でもね、勘違いしないでほしいの。そういうのは一部の人であって、あくまで。あくまで一部の人なのよ、そういうのって。あのね、だから、疲れてる人もいるのよ。わかる？なんで俺、なんか、なんで俺デンタサウス、デンタサウスのことじゃない、あの、夜勤のことばっか話してんだろう。なんか、今日はさ、俺ら夜勤なんだよ。多分俺ら夜勤のさ、もう帰るわ、俺。もう俺帰ってんだよ、こいつ。もう帰ったわ、多分。そう、もう、早期帰宅です。行け、夜勤ステップ。行け、夜勤ステップだ。弱っ。もう帰ってもうてるやん、自宅待機やないかいよいよ自宅待機し始めたと、シオン騎士さっき動けないって言ってさ、仕事をボイコットした後はさ、何自宅待機ですか、ちょっと暗黒ゾーンが怖い、うん、そんなことあるんだ、えバトルマスターが判断ミスなんてあるんだね、ラッキーラッキー、へえ珍しいなあ、やめて、死の奴隷をいじめないで、奴隷なの、奴隷なの分かる？
働くしかないの今。こいつには働くしか道がないの。ね、働く人をさ、無理にしちゃいけないと思うの。おいいよいいよ。なになに、俺のテンションすごいんだけど。いけ、闇の刻印だ。おお、受け、ほう、にゅう、にゅう。ねえ、弱い。あ、帰ってきた。お帰り、お帰り。今から死ぬまで働いてもらうよ。あれ死んでる。君には死ぬまで働いてもらうよ。ね、あの、早期、早退なんて認めない。タイムカードはね、タイムカードは、ちゃんと、押してから仕事してね。あの、ダメだよ。退勤に合わせて、退勤に合わせて、タイムカードを押してから残業してね。残業はタイムカードを押してからだよ。わかってるね。でも本当にこういう会社あるんでしょ。知ってるよ。僕は知ってんだよ。何も言うな。知ってるんだ。ねえねえねえ、ところで一つ言っていいかい？これはなんだ？この戦いは何なんだ一体？なあ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 。チューバとゾンビの夜勤組が戦ってるだけじゃないか、これは。なんだこれは、どこに重要な戦いなんだこれは。ねえねえ、これはもうあれだ。ダークドイムとジェスタムーンみたいな戦いだ、これは。ぶっちゃけはダグドのデスタムーンの戦ってるの戦いだ、おい。ここで痛恨出してみよう。俺はあーとか言って発狂するぞ。言って分かってんだ、お前。ここで痛恨出してみよう。俺はあーとか言って発狂するぞ。あー他のね、ボールを塗っておりました。なんか夜勤明けの人に、もうきっと夜勤だから疲れてんだ、お前は。お前疲れてんだ、夜勤だからな。多分俺ら夜勤のさ、もう帰るわ、俺。俺帰ってんだよ、こいつ。もう帰ってんだよ、お前。ここで通行出してみよう。俺はあーとか言って発狂するぞ。あー寝るわ。というわけで、今日は夜勤組のゾンビパーティーを使いました。なんか俺思うんだ、これ絶対思うよ、これ編集めっちゃ大変だぞ。俺絶対、あの編集するときの俺に言っとく、これ編集めっちゃ大変だぞ。モンスターの紹介とかしてないから、多分編集めっちゃ大変だと思う。オーンとかウーンとかしか言ってないと思う。だから稀に見るクソ動画だ、これは。うん。これはあれだよ。実況動画じゃない。稀に見るクソ動画だ。寝ます。見ていただいて皆さん、ありがとうございました。寝ます。